皆さんこんにちは、総社市長の片岡総一です。いよいよ今日の放送で、3月がもうこれで最後ということになりますよね。行政としては、3月31日が、最後の日で、この4月1日から新しい年度を迎えるということになります。まあ大晦日が来て元旦が来るということで、まあ今年もそういう意味ではあと10日ということになっていて、今人事とかですね、市議会ではいよいよ明日が最終日ですけれども、予算の会議会なんで、これがまあさてどうなるかということですね。3月、まあ、よく雨が降って、そしてまた晴れが来て、そしてまた雨が降って寒かったり暖かかったり、そうですね、今、つくしがあちこちで、まあ出てますけれども、そろそろ、桜が咲いてくるかもしれません。いつ花粉症になるかなと思いながら、ずっと僕はまだなっていないんですけれども、本当花粉症の方々っていうのはもう本当に言うに言われるね、本当にかわいそうだと思うんですけれども、元気でね、やっていてくれたら嬉しいと思います。議会いよいよ明日終わるんですけれどもね、まあ今議会は、来年度予算が、総額300億円を超える予算を組んでます。もちろんその中では、まあ、復興予算というのがもうバーンあって、まあ、それだからこそ300億円ということになっていってるんですけれども、さてさて、この予算がね、明日本会議で、通過成立したらいいな、嬉しいなというふうに思います。まあまあ、気合い入れてね、これから、まあ、財政なんであるけれども、まあ、壊れた箇所は直していかなければいけないし、そして、もう二度と、まあ、堤防が切れないように、新しい堤防を作っていかなければならないし、まあ、本当にきつい予算になってますけれども、まあ、全力で明日の総社市議会本会議をね、戦って、可決成立に持ち込みたいなというふうに思います。まあ、今卒業式、卒園式ですね。まあ昨日も、被災地である神西小学校の、卒業式が行われました。まあ、そこで子どもたちが巣立っていきました。やっぱり水に浸かってね、家がなくなったりとか、まあ、それによって住む場所がなくて仮設住宅を余儀なくされている子どもたち、まあそういった子どもたちがね、新しいステージに進んでいけて、そして将来が心配ないという社会を作っていかなければならないなというふうに、彼らの後ろ姿を見てもうしっかりとそんなふうに感じました。頑張れよというふうに思いましたね。そして、この間最もなんか、印象的だったのは、73年間、続いてきました、いじりの幼稚園が、まあ、いじりのっていうところはですね、まあ、中央小学校エリアなんですけれども、今人口がどん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 増えてきています。だけれども、まあ、今後のことを見込んで、今あるいじりの幼稚園、まあ、これ公立ですね、でその、筋隣に向かいにある総社保育所、まあ、これも公立なんですね。でこのいじりの幼稚園と総社保育所を合体して、いわゆる教育と福祉、まあ、保育園と幼稚園を合体して、来年4月1日からいよいよ新しい認定こども園にしていこうということなんで、73年間続いたいじりの幼稚園を廃園、まあ、これで終わりということにすることになりました。まあ19日に、まあ、幼稚園最後の卒園式をやって、
その上で、終わった後に廃園式、幼稚園を閉める式をやったんですけれどもね、さすがに73年間続いてきた幼稚園を閉めるということは、とても寂しいことです。僕は総社市の羽田小学校、羽田幼稚園、というところに通いました。羽田幼稚園ですね、今でも覚えてますが、友達は全員で、クラス31人のクラスだったんですが、実は今羽田幼稚園は今ある場所にはもうありません。今は羽田小学校の、グラウンドの一部みたいなことになっています。だけどね、やっぱり人間いくつになってもと思うんですけれども、目を閉じてずっと幼稚園の頃のことを思い出すと、あそこに滑り台があって、あそこに砂場があって、あの遊戯室、あの教室、あの正門で、正門の脇に遊具小屋があって、そこによく閉じ込められたりしましたけれども、本当に人間って不思議なもので、3歳4歳5歳の時のことが、目をつぶると本当にもう昨日のことのように、もうそこに手が届くみたいな感じで思い出されます。幼稚園の思い出って本当に大切なんですね。で、僕の担任の先生は凪田恵美子先生でした。それで副担任が笠原恵美子先生、同じ恵美子先生同士だったんですが、去年、凪田先生が亡くなられてね、もういつ行ってもこう優しく迎えて褒めてくれる幼稚園の園長先生、担任の先生が亡くなるっていうのは、本当に僕は自分の母を亡くした次に悲しかったぐらいな、そんな死でした。でだからこそ、幼稚園の先生、幼稚園の講師、園舎、そして幼稚園の広場っていうのは、ものすごく振り返った時、思い返した時に人間にとっては大事な場所なんだと思います。そういう意味で、いじりの幼稚園がね、73年間続いて、実に2035人の子どもたちをその幼稚園は輩出していったわけです。実はね、あんまり言ってないんですけれども、昭和53年4年5年の頃に、僕の亡くなった母親もその幼稚園に勤めていたことがあります。で、自分が市長の時にその幼稚園を閉める係になるとは思わなかったけれども、そういう母もね、いじりの幼稚園に勤めながら一生懸命頑張ってくれていたんだろうなと思うと、実にその最後のスピーチをいじりの幼稚園でしたんですけれども、絶対に2035人の卒園者の方々の心の中には、絶対にこの園庭があるからね、この園舎があるからね、このクスノキがあるからね、いつまでも忘れないで、そして73年間のいじりの幼稚園にみんな感謝しようというスピーチをしました。なんか僕も最後なんか泣けてくるような感じがしましたけれども、いや本当にいじりの幼稚園さよならと言いたいと思います。同時にまたもうちょっとしたら、総社保育所の方の廃園式というかね、終わりの式があるんですけれども、やっぱり終わりがあって、これから新しい認定こども園でスタートしたいと思います。実は3月になって、3月15日にですね、僕らの障害者1500人雇用委員会に、今回その委員会総会を開きましてね、今後の進め方について協議したんですけれども、僕はずっと尊敬してきていたですね、元厚生労働省の村木厚子事務次官、今は津田塾大学の教授をしていらっしゃいますけれども、村木厚子さんが、実は総社障害者1500人雇用委員会の特別顧問として委員になってくださっています。僕は厚生労働省を辞められた時に東京に行って、もうあなたはね、
総社市の障害者1000人雇用をずっと応援してくれると言ったじゃないですか。だったらもう絶対委員になってくださいというふうにお願いしたら、いや片岡さんね、もう本当にあっちこっちのなんか組織法人からそういった委員とか顧問とかにまあ求められていて、どれを受けてどれを断っていいか、もうそういうことをやったらいけないんで、全部断って。あすこさんがですね、総社市の障害者1000人雇用委員会の顧問になってくださっています。で、とうとうね、3月15日に総社に来てくれて、村木あすこさんを交えて、これからの方向性の会議をしました。今、実は総社市は障害者が、実に1013人働く町になっています。いわゆる障害者1000人雇用を達成したわけです。で、これから障害者1500人雇用を目指していこうということで、みんなが協力し合ってやっていくんですけれども、ちょっと待ってくださいよと、もうあまりね、数数数っていうことを言うつもりもありません。まあ本当にいっぱいの方に就職してもらいたいっていうことはもう絶対なんですけれども、それよりか、A 型作業所あるいは B 型作業所で、お勤めの方々、そして民間の方々、もっともっと障害ある方の給料が高くなるといいよね。あるいは、リタイアした後も、大体、障害ある方、結婚できていない方が結構いらっしゃいまして、ご両親が亡くなった後、住む場所がない、そんなことになっています。これは日本全国的なことでもあるんですけれども、それをね、やっぱり、直していく。で、これはやっぱり数ではなくて、これから障害ある方々の質を上げていこうということで、頑張っていこうということで一致しました。村木敦子さんに対してもね、そういう方向で、これからやっていきますからねというふうに、この間の会合で、決まりました。これから障害者雇用のさらに内容、質を高めていくということで、頑張っていきたいと思います。実は今週の頭、月曜日にですね、実は、全国医療関係者の、医学の学会があって、そこで、被災地を代表して、その時どうであったか、7月6日、7日、8日、豪雨災害の時にどうであったかという講演を1時間、ドクターであるとか、看護師さん、あるいは栄養士さん、保健師さん、いろんなそのプロフェッショナルの前で講演をしたんですが、かなり総社市モデルというのが高く評価されているなという実感を受けました。やっぱり我々が、有事対応で、どうしてきたか、どう処してきたか、どう乗り越えてきたかということは、私はこの国の未来の災害対応にとって、とても大事なことです。3つ申し上げましたけれども、有事の際、生きるか死ぬか乗るかそるかの時には、法律や条例を頼っていけ、いてはいけない。やっぱりそれをも破っていく、そして市民を救っていく勇気を持たなければならないということ。それから公平平等、そう言っていたらむしろ公平平等というのは遠ざかっていくんだよということ。そしてやっぱりジャッジ、判断は10秒以内に決めていかなければならないということを、米子で喋ってきました。やっぱりこの総社モデルというのが、今いろいろなところで、脚光を浴びているというか求められているんですけれども、私はやっぱり被災地を代表して、これからその総社でどうであったか、これからはこういうふうに改めていかないといけないよということを、自分の言葉にして発していきたいなというふうに思っています。あと4月1日まで、あと10日なんですね。で、これからなんですけれども、僕に残された仕事、明日議会が予算を決めるか決めないかということですけれども、もう一つはやっぱり人事ですね。来年の4月1日から、どういった人事で、市政を進めていくかということを今、最終段階になっています。
で、実は来年4月1日からですね、教育委員会を2つに解体して、今まで、教育もう学校教育もう教育の現場とそれから、文化とか芸術とかスポーツとかそういうのを一派一からげに塊として、教育委員会でやっていましたが、もうそれではもうねいっぱいいっぱいだよという声が大きいものですから、教育本体とで文化芸術スポーツということを2部に分けるということにしました。ということで、従来の教育部と新たに文化スポーツ部という部を作るということになって、部長枠が1人増えるということになりました。で、まあこの新しい部長をね誰にするかであるとか、従来の教育部の部長を誰にするかとかね、いろいろその人事で、今頭を悩ましているところなんですけれども、やっぱりね僕が人事で気をつけていることは、なんかミスをしたから左遷とかそういうことをするつもりは毛頭ありません。そういうことをしたことも一切ありません。まあ、できればねみんなが新しいポジションでさらに希望を持ってやる気を持ってやってくれるシフト替えということを目指しています。まあ、それはねやっぱりみんな100点満点で100人が100人とも喜ぶ人事っていうのは確かにありえないと思いますけれども、やっぱり良いところを伸ばし、あるいはウィークポイントであるかもしれないけれども、でももっと頑張っていかなければいけないんじゃないかというところも伸ばせるような人事配置ということを心がけて、まあ、ずっとやってきました。まあ、でもやっぱり大切なのはですね、まあ、トップの部長人事というのはやっぱり気を使うところです。部長の能力によって、部長のリーダーシップによって、部長のやる気によって、その部はもう全く違ったものになってくるんで、どうするかなどうするかなというところを、まあ、考えているところです。で同時にねやっぱりこの3月31日を迎えるということは、まあ、結構長い間、一緒に働いてきた方々とねお別れをする日になります。長い人はね42年も市役所に勤めた、あるいは40年勤めたという方々が、まあ、卒業していく日なんですね。でこれはやっぱり大学とか、中学校高校の卒業式とは、まあ、全く違っていて、なんとなく、まあやり遂げたかなという思いであったり、まあ、解放されたという思いであったり、まあ、明日からどうしようかなという思いであったり、まあ、そういう思いが交錯するし、まあ、これからも市長としてもね、もう役職で付き合うということではなくて、まあ、人間同士で付き合っていくという別れ目の日になるんで、まあ、毎年毎年僕は3月31日という日がそんな好きな日ではありません。むしろ嫌いな日です。だけど、まあ、それをも、まあ、乗り越えてね新しい4月1日にこぎ出していかなければならないんで、やっぱり心を鬼にしてそこのところは乗り越えていきたいと思います。この3月4月っていうのはいろんな別れがあって、そして、まあ、いろんな出会いがある、まあ、一番人間人生にとっても、ナイーブで思い出深い瞬間になろうかと思いますが、まあ、これもいきましょう。まだね、寒暖の差があったりとか、まあ、花粉症とかね、いろいろあると思うんですけれども、リスナーの皆さんにおかれましたらね、毎日毎日それでも元気で、やっていきましょう。ということで、それでした。